1876年、日本に廃刀令が敷かれるまで侍が携えていたのは日本刀。月日は巡り、それからおよそ150年、令和の日本男児が携えるのは PS4 のコントローラーです。闘争本能をくすぐるアップテンポな BGM。 歴史は違えど、文化は違えど、戦うヤマトの意志に変わりはありません。完全初見プレイのフォールガイズ、一体どこまで戦えるのか。戦いの火蓋が切って落とされました。戦場に放たれた60人のツルツルボディ、まずはこのうち上位38人に残ればいいといういわゆる足切りです。偏差値で言えば47、8といったところでしょうか。一見安易にも思えますが、人間の汚さが凝縮されているこのフォールガイズ、血で血を洗う代理戦争とも言っても過言ではないでしょう。まずは第一関門、何度も何度も体勢を崩しながら突破することに成功しました。かなり後方の位置につけています。ここからの巻き返しに期待がかかります。目の前にそびえる大玉をうまく回避して前へ前へと進んでいく、このあたりが集まれ動物の森で鍛えてきた嗅覚、全く関係ありません。真剣な表情で二頭身のフランクフルトに全神経を集中させていく。一歩でも先に行きたい、その焦燥感をぐっとこらえながら軽やかなコントローラーさばきを、あっとここで落下です。しかし焦ることはありません。心臓破りの急勾配を短い足でかけていく。この入山時刻を超えました。さあかなり視界も開けてきたか。さあリベンジの始まり、あーこれは効いてません。あんなところに段差があるとはつゆ知らず、これがいわゆる初見殺し。しかし人間は戦いの中で成長してきました。失敗は成功の母である、数々の偉人が名言を残しています。さあ残り10人といったところか。あとはこの急勾配を駆け上がっていくだけ。さあ間に合うか。は？という夢を見ました。イメージトレーニングにしてはかなり具体的。さあここからが真の戦いの始まりです。まずは前方第一グループにしっかりつけています。素晴らしい立ち上がりを見せているフランクフルト。一見体は小さそうに見えますが、公式サイトによると身長は183センチ。これはシンプルにモンスターです。巨大な二頭身がその体を揺すりながら、ただ愚直に頂きを目指していく。どの扉を選んで飛び越えていくのか、その一瞬の判断力が重要になってくるこのステージ。さながら通勤時間の JR 横須賀線、完全にミスです。都知事も激おこぷんぷん丸。さあ眼前にゴールテープが見えてまいりました。あの白線の向こうで待っているのは栄光という名のエクスタシー。越えていきました。やればできる子です。これは勝者のみが望むことができる景色。16人が落ちた時点で終了。優しさを捨てる必要があります。相手を蹴落とすことができる者、悪魔に魂を売ることができた者が勝利をつかみ取る。この社会の残酷さを表現しています。辺りを見渡すと鳩や狼、さらには惣菜パンの姿も確認できます。対するこちらはシンプルなフランクフルト。身の軽さという点ではアドバンテージがあるでしょうか。軽快なステップ、流麗なダンスを見ているようであります。16人が奈落に落ちていくその様をこの目で見るまではそうやすやすと死ぬわけにはいきません。このフォールガイズ、掴むというアクションもあるそうなんですが、まだこの辺りは初心者、全くもってやり方がわかりません。ただ攻撃の矛を携えていなくても勝てるのが今回のルール。獣の呼吸、漆の型、空間色覚、優れた触覚を研ぎ澄まして相手の位置をしっかりと確認していく。他人の落下に伴って人口密度もかなり小さくなってきました。逃げやすいという点では状況は良くなっていると言えるでしょう。こうなってくればあとは地頭の問題。位置取りさえ間違えなければ絶対に落ちることはありません。